ちください。お次は豊川駅に到着をいたします。現場の豊川方面に来ります。まあ、頑張っていきましょう。はい。いろんな曲が交互になって忙しいんですが、ありがとうございました。皆さんにお伝えしたいと思います。こんにちは、ここは山陰線豊岡です。豊岡駅で降りたのは私は初めてなんですけど、京都とかそれから新大阪から特急が来るようなところですね。ここはですね、今兵庫県の北部、田島地方というのかな、この辺りでは、大きい町の方に入りまして、で今日は城崎温泉に行ったんですけど、でその後、城崎じゃなくてこっちに泊まりましょうと、少しだけ移動してきました。で、これから泊まるホテルがなんかすごいいいホテルらしいんですね。いいホテルっていうか、別に超高級ホテルっていう意味のいいホテルではないんですけど、大変質が高く、コストパフォーマンスがいいホテルだということで、これじゃあちょっと泊まってみた様子を皆さんにご覧に入れるのもいいかなというふうに考えたわけです。前にいる中村さんがね、教えてくださいました。ありがとうございます。とんでもないです。鳥取と他にもどこあるんですか？鳥取と、はい、から出雲と、はい、から広島県の西条。あ、西条、はい。松江もあったかな、ちょっとそれ定かじゃないですけど、はい、でも大体中国地方、山陰、はい、山陰か、あ、そうかそうか、そうですね。あ、中国地方でね、広島も、はい、あ、そうか、ここはでも中国地方じゃないか、大体その辺のエリアですね、にある、名前は何て言うんでしたっけ？グリーンホテルモーリス。モーリス、グリーンホテルモーリス、ありがとうございます。これじゃあこのホテルのもうなんだかんだすぐ裏手っぽいですね。裏手っぽいですね。はい、なんかいろいろ周りに食べられそうなところもありますね。ここはなんかイタリアレストランだ。このホテルの下まで来ました。結構高いホテルでね、豊岡の中では立派な、かなり立派な建物だと思いますよ。豊岡グリーンホテルモーリスと書いてあって、シングル5000円より、税別ですから、税込みで5400円ぐらいになるのかなと思いますけれど、ちなみにね、朝ごはんが500円なんですよね、税抜きで。多分500円ぐらいだと。はい、という、すごい、5000円よりのホテルにしては確かに綺麗だ。でこれにプラス500円ぐらい払えば朝食がつくと、普通ホテルの朝食ってプラス千何百円とか取られますんでね、かなり朝食も安い方だと思いますよ。すごい高級マンションみたいだな。枕とかもこれ、はい、いろいろ選べるんですね。本当だ、低反発、磁気枕、ロープパイプ、高さ調節、頭部安定枕、いろいろ種類があるんですね。あ、本当、貸し出し種類かなりいっぱいあるな。きれいだな。だけロビーなんかね、トワイライトエクスプレス水風みたいなロビーでした。うちは612で中村さんが5だから、ハス向かいですね。じゃあとりあえずまず自分の部屋に一旦入ります。こうですね。はい、あ、わかりました、これで大丈夫だ。部屋がすごいらしいんですよ。ちょっとまだ見てませんけどすごいな、ちょっと待ってくださいね。なんだこれ、これで5500円かよって感じですけどね。税込み5600円で朝食付きでホテルの部屋はこれですからね。ちょっと広すぎるんじゃないちょっとおかしいよこれ。なんだこれ、ちょっと高級すぎますよねこれ。最高のホテルだな。このホテルに泊まるために旅行してきてもいいぐらいだな。こんな装飾まであって、これとかも触ったら大丈夫そうですね。なんだこれ、ちょっと豪華すぎない？もう結構高層階ですかね。中村さんは向こうにいるかもしれないけど、ちょっといるかもしれない、多分いるだろうからあれなんだけど、新しいホテルってだけでも素晴らしいのに、なんだこの広いホテル。これあっちこっちいろんなところにあるらしいですからね。これ紹介したくないぐらいだな、混んでしまうよ。これも綺麗だし、いやー素晴らしいね。どうやってコストのあれをやってんの、不思議だけど。岡村さん今言ってたの向こうだな。ルームサービスになるものもあるそうですよ。すごいですねこれ。失礼します。でしょなんでこんなに広いんですかというだけのことは。本当にすごいですねこれ、スインルーム張りの広さですね。そう、これどこもこれなんですよね基本。どこも全く、豊岡は泊まったのは初めてなんですね。豊岡は初めて。でもすごいなと。そう、本当に安いですね。ツインルームみたいな広さ。これも、ここにもやっぱちゃんとこう、最新のドライヤーとかあるんですね。こ
ここはちょっと食べ物のメニュー少ないけど、あ、そうですか。もっと、あ、でも、あ、結構、あ、これで700円なんですね。ルームサービスにしちゃ随分安いですね。うん、21時50分までがまだいけるし。そうですね。こっちもあるし。あ、本当だ。いや、こんなにいろいろあるんだ。あ、美味しそう。あ、400円とかでルームサービスなんて初めて聞きましたよ、僕。ビールも高くないですしね、多分この値段なら。ぶっかけうどんとかも、うん、ルームサービスにしちゃう。へえ、すごいな。ポン茶一つ、はい、以上でいいです。はい、すいません、よろしくお願いします。はい、失礼します。これの説明書きも親切で、ネットのその接続の方法とかはね、Windows XP はこうで、Mac OS がこうでみたいな、すごいいろいろと、こんなにメールの設定がどうこうとかね、親切にやってくれてますよ。うわ、あ、なんか白物がつくって言ってたの。あ、じゃあそのさっきのですね、エビフライのやつの。ああ、これタンブラーにこういうの入ってるんだ。すごいな。ちゃんと魔法瓶で入ってるんですね。それを映せるようにってことなんですね。この手の味噌汁にありがちな、あのちょっとこう溶けかけの、あのわかめじゃなくて、しっかり噛み応えのあるわかめだ。で、早速翌朝になりましたんで、今から朝ごはんの時間です。あと5分で行くとか言って、もう9分経ってるような気がする。8分ぐらいか、ちょっとそろそろ行かないとな。これでこうやるんですよ、確か。あ、違うか、これ押すのか。そう、こういうのあるんですよ。こっちはまたこっちがどう違うのか分かんないんですよ。質は、多分、でしょうね。なんか変わったかな。あの、もうチェックアウトしてきましたけどね、まだ時間がありますんで、ゆっくり歩きながらこのホテルの最後の紹介をしようと思いますが、まず洗濯がタダなんですね。あの、コインランドリーみたいなのありますけど、コインではない、ただの洗濯機が置いてあって、自由に使うことができます。で、それから朝ごはんについても、さっき食べたやつですけれど、あの、種類がね、あのように大変豊富にありまして、まあ、うんとあるんですね、普通のホテルのあれに比べますと。で、朝ごはんに当たる料金はさっきも言ったように500円だけでして、あの、味も美味しいしね、それからなんか量も本当にふんだんにあって、それはあの、バイキング形式になってるわけですが、あの、なんでこんなにこう作って余るんじゃないのかなってぐらいに、たくさんのものがふんだんに置いてありました。ビジネスホテルって近頃じゃ随分ね、金額もなんか上がってきたみたいで、私のビジネスホテルのイメージってまあ4000円とか5000円ぐらいだったんですけど、なんかね、あの、実際あちこち旅行してみると4000円で泊まれるところって言うと、結構古いような建物が多くて、まあやっぱりあのぐらいの価格だった、あのぐらいの質だと7、8000円や1万円ぐらいは取るわけですよね、大体。でもあれは5500円ですから、朝ごはんがついて。私は今回あのホテルに泊まったのは初めてですけど、この横に歩いてらっしゃる中村さんなんかね、あまりにも素晴らしすぎるらしく、他のホテルには泊まれないということでしたから、あの、もうなんかあそこでアンケートがあるんですけどね、あの、部屋のアンケートのところで、もっとあのグリーンホテルの、何でしたっけ、名前は、モーリスだ、モーリスだ、場所を増やしてくださいってあの、もっと出店するように、あの、いつもね、アンケートに書かれてるそうです。なかなかなんかあんまそういうのに書いてる記憶がないんですけど、中村さん、豊岡がでも最近、はい、ちょっと前にできて、はい、あれなんで、確実に増えてるのは増えてるかと思います。ああ、そうですね。じゃあ、どんどん今後出てくるところも基本新しいホテルだから、うん、あの、やっぱ新しいとそんだけ質も高くてね、ね、いいや、高かったりですけどね、はいはい、あの、コンセントもなんか7口ぐらいついてたしね、エアにすごかったです。